こんにちは、ざわざわジャポンです。2024年8月2日から映画赤羽ほね子のボディーガードが公開されます。赤羽ほね子のボディーガードの原作は漫画で2022年より週刊少年マガジンで連載開始し、現在も連載中です。ヒロイン以外全員ボディーガードという設定が斬新で、連載当初より SNS 上で話題となりました。あらすじ。とある事情から100億円の懸賞金をかけられた赤羽ほね子、大好きな幼馴染の彼女のためにボディーガードとなった伊吹荒国に与えられたミッションは、彼女にバレることなく守ること。そしてまさかのクラスメイト全員がボディーガードだった。果たしてミッションを無事にクリアすることはできるのか。今回は映画赤羽ほね子のボディーガードの出演者3年4組のクラスメイト役をご紹介いたします。なお、キャラの説明は原作のものとなっておりますのでご了承ください。伊吹荒国、ラウール。曹操寺高校では喧嘩っ早い性格と外見から恐れられている。幼馴染で自分にも恐れず、いつも気にかけてくれる赤羽ほね子に好意を寄せている。ラウールさんはスノーマンのメンバーとして活動しています。スノーマンのブレイクアウトは映画赤羽ほね子のボディーガードのテーマソングとなっています。赤羽ほね子、出口夏樹。伊吹荒国の小学校時代からの幼馴染で、曹操寺高校では生徒会長を務め、生徒からの人望が厚い。100億円の懸賞金をかけられたヒロイン。出口夏樹さんは中国出身で、父親は日本人、母親は中国人のハーフです。女優のほか雑誌ノンノの専属モデルも務めています。染島澄彦、奥平大賢。ほね子を守るためクラスメイトをまとめ上げる最強の司令塔。普段は弱そうな外見から不良に絡まれることもあるが、戦闘能力はクラスメイトの中で随一。クラスメイトに対してはかなり過保護な性格で、仲間の過ちや失敗にも寛容である。奥平大賢さんは2018年に演技未経験で、数百人の応募者の中から映画マザーのメインキャストとして抜擢され、数々の賞を受賞しています。トゲやネイ、高橋光。3年4組の空手家、親友かつボディーガードとしてほね子を守る。高橋光さんは2014年に第14回全日本国民的美少女コンテストでグランプリを受賞して芸能界入りしました。現在は女優、タレント、モデルなど多方面で活躍しています。アイマン・トト、永井美智香。3年4組の和なし、黒髪ロングヘア、ダウナー系女子。永井美智香さんは演劇モデルと称し、演劇活動と並行してモデルとしても活動しています。名前の美智香は芸名であり、本名は真由だそうです。天貫与一、三浦亮太。3年4組のスナイパー、明るい茶髪のチャラ男風男子、やる気がなくいつもサボり気味。三浦亮太さんはプロサッカー選手の三浦和義さんとファッションモデルの三浦梨紗子さんの長男になります。弟はプロ格闘家でライジンファイターの三浦浩太さんです。糸文中也、倉優希。3年4組のハッカー、クセッキヘアの内向的男子。幼少期の怪我により戦闘能力は低いが、一度目を通した情報は全て覚えることができる。倉優希さんはモデル、俳優として活動しており、2021年に NHK 連続テレビ小説おちょやんで朝ドラに初出演し、主人公の弟役を演じて注目を集めました。海城須作、芝大輔。3年4組の詐欺師、長い髪を後ろで結ったメガネ男子、ホストをしている。女子を騙して十股している。芝大輔さんはお笑いコンビモグライダーで活動しています。M1 グランプリ2021で決勝進出を果たしました。ブレイクしてからはテレビに引っ張りだこです。大村井岩尾、木村昴。3年4組の柔道家、オールバックヘアで恰幅のいい男性。実は28歳で身重の妻がいる。戦闘前などの気合を入れる場面で前髪をセットし直す癖がある。木村昴さんは声優、タレント、ラッパー、俳優、司会者、ナレーターなど多方面にわたり活躍しています。小樽くぬぎ、工藤美桜。3年4組の鑑識官、黒髪アンダーツインテール女子。工藤美桜さんはタレント、女優として活動しています。
仮面ライダーゴースト、魔人戦隊キラメイジャーなどの特撮作品にも出演し話題になりました。香柄丈、松岡広大、3年4組のドライバー、黒髪ロン毛男子、赤羽骨子護衛チームの元リーダー、松岡広大さんは2012年にスーパー戦隊シリーズ特命戦隊ゴーバスターズに出演し俳優デビューしました。現在まで多くの作品に出演しています。キッシン滝丸、高橋ひろと、3年4組の鍵師、常に仏頂面なクール男子、金髪ヘア。高橋ひろとさんは2023年に第38回メンズノンノモデルオーディションで準グランプリを受賞、メンズノンノの専属モデルとしても活動中です。霧宮茶子、あの3年4組のストリーマー、ふわふわの赤茶ロングヘアに大量のヘアピンをつけている垂れ目。あのちゃんはアイドルグループゆるめるものメンバーでしたが、脱退後はアーティスト、タレントとして活動しています。黒雲あざね、大久保桜子、3年4組のスプリンター、常に無表情な黒髪ショートヘア女子。大久保桜子さんは女優、グラビアアイドルとして活動しています。2017年に宇宙戦隊キューレンジャーでドラマデビューし話題になりました。四季本七穂、奏で、3年4組のメカニック、クリーム色ロングヘア、赤羽骨子の友達、3年4組内では監視チームに属する。奏さんはお笑いトリオ3時のヒロインで活動しています。女芸人ナンバーワン決定戦ザ・ W で3代目チャンピオンになりブレイクしました。首藤クラン、歌葉、3年4組のギャンブラー、サンゴ色の髪をツインテールに結んだ女子。普段はツインテールだが、その日によって髪型を変えることがある。歌葉さんは音楽ユニット水曜日のカンパネラの2代目ボーカルとして活動しています。陣来風太、戸塚純喜、3年4組の忍者、黒髪ボサゲ。戸塚純喜さんは第23回ジュノンスーパーボーイコンテストにて理想の恋人賞を受賞し芸能界入りしました。俳優として多くの作品に出演しています。千坂時則、坂口良太郎、3年4組のディスガイザー、黒髪セミロング男子、おっとり系シャイボーイ、素顔を見られると無力。坂口良太郎さんは俳優としてだけでなくシンガーソングライターとしても活躍しています。個性的な顔立ちと独創的な演技により癖の強い俳優と称されています。亡きうつめ、中田聖奈、3年4組の調教師、自己肯定感が低い気弱女子、緑がかった髪色のショートヘアにカチューシャをつけている、動物と心を通わせることができる。中田聖奈さんは女優として活動しており、目標は NHK 朝の連続テレビ小説に出演することだそうで、目標としている女優は蒼井優さんです。夏の学ぎ、安西聖羅、3年4組の新体操、ベリーショート女子、赤羽骨子の友達。安西聖羅さんはモデル、女優、タレントとして活動しています。歌手の安西カレンさんの実の妹になります。畑一平、勇気、3年4組のダイバー、2ブロックヘアのデリカシーがない男子。土佐勇気さんはお笑いコンビ土佐兄弟として活動しています。実の兄弟からなるお笑いコンビで、勇気さんは弟になります。日暮闇姫、山本千尋、3年4組の剣士、ロングポニーテール女子、戦闘中でも口元には常に微笑をたたえている。山本千尋さんは女優として活動していますが、武術・太極拳選手として世界ジュニア武術選手権大会で金メダルを2度獲得しており、アクションの激しい役を演じる役が多いことから新世代アクション女優として注目を集めています。森久保祥介、立花勇気、3年4組の医師、少し長めの黒髪をセンター分けした男子。立花勇気さんは2023年に女神の教室リーガル青春白書で俳優デビューし、日本テレビ系ドラマ最高の教師、 TBS 系日曜劇場下克上球児など話題の学園ドラマに立て続けに出演しています。ワン・カヨコ、ナルミ・ユイ、3年4組の拷問官、黒髪セミロングヘアのおっとり系糸目女子、常に笑顔を絶やさない赤羽骨子の友達。
なるみゆいさんは女優として活動していますが、2024年1月期の TBS 系火曜ドラマ I Love You でゴールデンプライムタイムの連続ドラマに初めてレギュラー出演し注目を集めました。以上が3年4組のクラスメイト役となります。またクラスメイト以外の出演者もご紹介いたします。伊吹武雄、津田健次郎、伊吹荒国の父親、田中、皆川猿時、骨子を狙う殺し屋のリーダー、鍋沢、安井純平、国家安全保障庁長官、神宮正人の側近、映画のオリジナルキャラクターになります。神宮正人、遠藤憲一、国家安全保障庁長官を務める。一方、娘である骨子を溺愛し陰ながらバレずに見守る父親でもある神宮正親、土屋太鳳、跡目争いに勝つため赤羽骨子の命を狙いに来た最強の敵。いかがでしたか？映画赤羽骨子のボディーガードは2024年8月2日公開です。皆さんは赤羽骨子のボディーガードの実写映画についてどう思われましたか？コメント欄にぜひ感想をお待ちしております。今回は視聴者様からのリクエストにお答えして取り上げさせていただきました。動画にしてほしいリクエストがありましたらぜひコメント欄にお願いします。この動画のご感想をお待ちしております。またチャンネル登録と高評価もお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。